それ受け反感マン。最近の YouTube っぽく始めると、俺の名前は反感マン、バイキンマンから街を守る仕事をしているけど、気づいたら仲間の反感を変えがち。ぶっちゃけた話するとな、バイキンマンより味方に嫌われとるんすわ。はは、反感マン、厳しい俺はいっけ、みんなの夢壊すためってな、てなもんやサンドがさ。それじゃあ行くぜ。はあ、はあ、反感マン、お腹すいたよ。ああ、カバー君、どないしたん。食べるものがないんだよ。反感マン、顔ちょうだいよ。え、ヒーローが下打ちとかする。ヒーローなんていねえんだ。夢見てんじゃねえよ。はあ、はあ、はあ。とりあえず一週間分乾パンを支給します。あれれは、何その役所の人みたいな態度。顔は乾パン栄養あるけど地味だよ。乾パン飽きるよ。なんで顔くれないのよ。なんでってお前カバだろ。ね、畜生じゃないか。基本的人権のない奴に顔がやれるかい。なんだと。まあ、スポンサーに怒られるぞ。夢壊すな。まあ、こんな具合ですわ。お次は。あかん、顔が汚れて力出えへんわ。バタコさん、ハンカンマン、新しい顔よ。よっしゃ、元気100倍ハンカンマン。まあいいけど、ちょっといいかな。は？バタコさんさ、最近顔投げる速度遅いし、ちょっとシュート回転気味なんだよ。直せ。いいじゃない、顔が交換できたら。でもこの番組子供見てるよ、ね、プロがそんな生ぬるい顔を投げてていいの。なんなの、助けてあげてんのに。向上心がないやつとは一緒にやれないね。なんだこの顔。本当、こういうひどいありさまなんですわ。味方に嫌われる、そして敵にも。食パンマン様、素敵。ドキンちゃん。何笑ってんねや、ハンカマン。あいつめちゃくちゃメンヘラの女食ってるよ。何が食パンだよ。メンヘラ女の子食いパンマンだよ。お前らの仲間だよ。梅毒で菓子パンみたいに顔なるよ、いつか。証拠は？ん？あ、これ見てみ。あいつの裏垢。めっちゃ食ってる。めっちゃ食ってる。食パンマン様が、槍パンマンだったなんて。まあ、敵に嫌われるのはまだいい方ですよ。ついにはね。ジャムおじさん、言いたいことあんねや。しかし。どうしたんだい、改まって。あんた、名前がジャムおじなのに、ジャム要素がないじゃん。何？ビャーうまい！いいじゃないか。わしはパンを作れたらいいんじゃよ。何を笑っとるんじゃ。パンよりも子供を作りたいみたいだね。知ってるよ、あんたとバタコができてるっていうのは。くっ、この野郎、たかが小麦粉の塊が何を言うんじゃ。早見優、何を言う。篠田優。篠田優いいよね。まあ個人的には前原ひじりが、いや、本題からそれてるな。あんた、しかも食品衛生法違反を隠しとっていろいろ癒着もしとるし、あんたんとこの従業員、就労ビザのないやつ平気逃れいるそうやないか。うるさい、わしは正義じゃ、ハンカマン。お前とはもう縁は切れたものと思え。この町から出ていけ。みんなそう思ってるんじゃ。出ていけ、ハンカマン。踊りは破門じゃ。
おお、そっちこそ吐いたジャム飲まんとけや。とほほほ。そして俺は町を出ることにした。でもそれでよかったんよ。俺が町を出て地元に帰った直後、あの国からのミサイルが町に落ちた。おいら皮肉にも一人生き残ってしまった。さすがに心配になって町に戻ってみた。町全体が焼けてしまって、まるで町が俺の顔みたいになっていた。つらい、つらい。いいことだけ、いいことだけ思い出せ。10年くらい前かな、町で中島みゆきさんを見たことがあります。オーラは全然ありませんでした。